じゃあ、それでは今日の授業を始めたいと思います。前回までどこまで行ったかといいますと、N 項数ベクトルまで、やったということになりました。ので、一応これからその、この線形代数で、最も重要かつ頻繁に用いる道具の一つとなる行列の話に入りたいと思います。で、皆さんのほとんどは多分高校の数学で2行2列の行列の、を習ってですね、いろいろな計算を行ったかと思います。で、行列のその定義自体は、その2行2列だったものが、もっと行数も列数も増えるよと、その程度なんですけれども、ただ、その行の個数や列の個数が増えることによって、その2行2列の時には、その当たり前であったようなことがですね、当たり前でなくなったり、それからもっといろいろな複雑なこう特徴を見せたりとか、いうことも出てきます。で、行列はその線形代数の数学的ないろいろな性質をこう探る上では、まず書くことのできない重要なツールの一つになりますので、一つ一つ、まずはその行列の使い方から学んでいきましょう。ということで、最初はですね、行列の定義から入りますので、ちょっとくどいようですけれども、一応数学をやる上では、ルールをきちっと定義するということで、行列の定義から始めたいと思います。教科書ですと、教科書16ページの真ん中ら辺ですね、セクション 1.5 の行列の演算で、その中でも、セクションの 1.5.1 の、行列の和と、スカラー倍の説明から入りたいと思います。で、まず最初にその行列って何ですかっていうことなんですけれども、多分皆さん行列って何ですかって聞かれれば、大体それなりのものはこう頭に思い浮かべられると思いますが、一応それをですね、ちゃんと文章でこれこれこういうものを行列というと。言ってくださいと言われると、もしかしたら戸惑う人がいるかもしれませんので、一応一つ一つですね、行列を定義するのに必要なものをこう確認しながらいきましょう。まず M と N を2つの自然数とします。で、次に MM のこの数。またこれは先ほど、これまでのその、ベクトルの、などの話の中ではスカラーと呼ばれていたものですが、AIJ と表します。で、こういうインデックスの表し方はこれから多分数学で、多分微積分でも頻繁に出てくることがあると思いますので、慣れておきましょう。で、この i と j がですね、こういろいろな値を取るわけですが、i は1から m の範囲の値を取って、それから j は1から n の値の、n の範囲の値を取ります。で、この mn この数 aij を、M 行 N 列の長方形に並べたもの。
というところでこう1枚目の黒板がなくなりましたので、こうずっと見上げて2枚目に入りますけれども、でこの M 行 N 列の長方形並べたものというのは、皆さんその教科書にもあると思いますけれども、まあ、A の11を一番左上に書いて、一番上の行には A の11、A の12から A の 1N。それから2行目には、その下の行に A の21、A の 22N、点点点ときて A の 2N。で、以下同じようにどん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 要素を並べていって、一番下に A の M1、A の M2 ですね。で、A の MA と。まあ、こんな形でその A の IJ というのを並べて、括弧でこう両脇をくくったものですね。で、まあ、これを、まあ、よくご存知だと思いますが、M 行 N 列の、まあ、行列というわけです。で、まあ、M 行 N 列のその行と列の意味は、これも皆さんよくご存知だとは思うんですが、この横ですね、横をまあ行と呼びます。で、それに対してまあ縦の並びを列と呼びます。で、一応その行と列については覚えておいてください。で、今日はちょっと初っ端から余談なんですけれども、実は数学やっていますと、その国際会議などでですね、こう運営する側に立ったりすると、多くの外国の参加者の人たちをこうお迎えすることになります。で、僕も、まあ、10年近く前にその、まあ、助手の頃にですね、そのお手伝、まあ、会議の運営側でこう参加した国際会議がありまして、でそれは、奈良で行われたんですけれども、国際会議というのは大体そのエクスカーションといって、まあ、半日ぐらいの遠足というか小旅行が用意されていて、観光にこう案内するというようなシステムが大体どこの国での国際会議でもあります。で、こう我々が企画した時にはその奈良でしたから、まあ、京都なんかを回るツアーを企画しました。で、その中で京都御所を見学するというのをやったんですね。で、京都御所は入場の申し込みが大変厳しくて、事前にこう参加する人の、まあ、名前だけでなくて国籍とか職業なんかも届けておく必要があります。で、そこで、まあ、僕はその、まあ、委員長の先生から頼まれて、で参加者の人たちにいろいろメールを送ってですね、その、まあ、ツアーに参加する人たちの情報を集めて、で京都御所の事務所に申請するという仕事を行いました。で、当日京都御所に着いた時に、まあ、現地 その職員の人の指示に従って、これから人数を数えますので4列に並んでくださいという意味で、で当然僕はそれ英語で言うわけですから、 Please stand up in four lines って言ったんですね。4列って4つの線に並んでくださいと。そしたらある人はですね、 Is that four columns って言ったんですね。だから 列4つのラインというのは4つのカラムのことかと。カラムというのはすなわち行列の列のことを言うんですね。で、それを聞いたときに、ああ、やっぱり皆さん数学やってるからそういう言葉遣いするんだなと思いまして、ああ、そうです、カラム、列のことですって言ってですね、並んでもらったことがありました。まあ、日常生活では、ね、こういう人たちを除けば、それほどこの行列の列という言葉を使うことはないかもしれませんけれども、まあ、一応、そういうですね、行と列という区別をしておいてください。で、それからと M 行 N 列の行列という呼び方をですね、もう少し略してこれを括弧 MN と書いて MN 行列ですとか、それからあとは M×N 行列という場合もあります。ので、
それぞれこういうふうな呼び方をしていたら、まあ、M 行 N 列の行列だというふうに思ってください。それからあと、この行列に散りばめられたこの各 AIJ ですね。A の IJ と書きますと、これちょうど上からまあ I 行目で、左からまあ J 列目のところにある数なんですけれども、この AIJ をですね、この A の IJ 成分と言います。であと、もう一つは、行列 A の IJ 成分が、A の IJ のときに、この行列 A をですね、この成分 A の IJ をこう、括弧でくくったものと、このように表します。ですので、A イコール括弧の AIJ 括弧閉じという表記があったときには、A とはこういう行列だということをこうすぐにパッと思い浮かべられるようにしてください。と、多分皆さん今まで行列は使ってきたと思いますけれども、いくつかはまだ見慣れない表記があるのではないかと思います。ちょっとじゃあ上げますか。すみません。こんなぐらいで見えますかね。これですね。こういう表記がありますので、確認しておきましょう。で、さらにいくつか続けていきますけれども、K の弦、K の弦というのは、K というのは前回の時間にやったと思いますが、実数全体ですか、それから複素数全体といったような、今、対象に整数から全体の集合ですね、を K と書きますが、この K の弦を成分に持つ、M 行 N 列の行列全体を考えることもあります。で、この行列全体を、集合、それは一つの集合になるわけですけれども、その集合としての表し方というのは、いくつか書き方がありまして、例えば、大文字の M と書いて、MN セミコロンの K と。これで、その M 行、スカラーが K の弦で、M 行 N 列の行列全体の集合ですね。とかですね、あとは MN をこう下の方に書いて、括弧で K と書いたりとか、それからあとは K の M×N 乗とは読まなくて、K の M×N というような書き方もあります。こういった表し方があります。この辺はですね、教科書でいうと、その16ページの下3分の1ぐらいですね、のところを今、改めて板書しています。で、あと、さらに、この、今はその、行数 M と列数 N が異なる、一般の場合を書いたわけですが、場合によってはその行数と列数が等しい場合もありまして、その場合には、その、この行と列の個数を1個だけ書いてこう済ませるという場合もあります。
最後の K の M×N の場合は、まあ、あまり訳すことなくて、M×N ですかね。なんといった表し方があります。で、さらに、今、スカラーの全体ですね、K という集合で書きましたけれども、その文脈から、まあ、K が明らかな場合ですね、例えば今は実数全体を使っているとか、あるいは複素数全体を使っているということで、まあ、わざわざその実数全体とか複素数全体っていう、まあ、書く必要もないよという場合には、その、まあ、スカラーの集合ですね、略すこともあります。まあ、文脈からその K が明らかな場合ですと、まあ、K を略すこともあります。例えば最初の書き方ですと、ラージ M の MN とか、それからラージ M の、まあ、N ですか。これはそのこの行数と列数が等しい場合ですね、などというふうに書く場合もあります。一応ここにありますような、その K をこう括弧の中に入れて書いたりとか、それから K の肩にこう M と N を並べて書くような場合には、その大体 K は略さないで書きますので、そこは注意してください。まず、その皆さんがこれからその付き合うその行列の定義は以上ですが、何か言葉の使い方などで質問などありますか？大丈夫ですか？はい。じゃあ次に、行ベクトル、列ベクトルという言葉なんですが、この行ベクトル、列ベクトルの言葉は前回の時間にやりました。N 項数ベクトルを横に並べれば行ベクトルで、縦に並べれば列ベクトルということをやりましたけれども、実はその行列のですね、ある特定の行を取り出したり、特定の列を取り出したりすることによって、もうまあそれ行ベクトルとか列ベクトルと呼ぶことができますから、その言葉をちょっとここで定義しておきます。MN 行列を、これ A をですね、この AIJ を要素に持つ行列としましょう。で、先ほども言いましたけれども、まあ、こう書かれた瞬間に、そちらの左側の黒板に書きましたような要素を持つ行列 A だということが、こうピンとくるようにしておいてください。で、この行列 A に対して、この行ベクトルですね、 A の I という行ベクトルを、その行列 A の第 I 行の要素ですね、 A の I1 から A の IN をこう取り出して作った、まあ、こういう行ベクトルを作ることができます。で、この行列 A の第 I 行の要素を取り出して作った行ベクトルを、これを A、行列 A の第 I 行ベクトル、それから同じように列ベクトルですね、これは A の J と書きますけれども、この A の J は行列 A の
第 J 列ですね、第 J 列の要素を並べて、作った列ベクトルですね。これを、まあ、A の第 J 列ベクトルと言います。で、まあ、いくつか注意点がありまして、まずその行ベクトルはこの I という文字が出てきていて、列ベクトルは J という文字が出てきているんですが、じゃあ I と J は一体いくつかっていう話ですね。で、この I と J は実はその第何行を取ってきたかっていうことによって変わってきますので、今 A は M 行 N 列ですから、そうすると I はこれ 行の番号ですよね。行の番号ですから I は1から M の範囲を取ります。で、それからと列ベクトルの方なんですが、この J が取る範囲ですけど、今列の数が N 列ですから、まあ、J は1から N 列ですね、を取ります。ここまでいいですか？それと、まあ、これは言葉の使い方としてちょっと皆さんに注意していただきたいんですけれども、この「第何とか」って使い方ですね、多分高校のまでの数学ではあまりこう馴染みがそれほど馴染みがなかったかもしれません。この例えば「I 行と「第 I 行」とかですね、が「J 列」と「第 J 列」「第」をつけるとつけないで一体どんな違いがあるか、説明できる人どのぐらいいますか？第I行とはただの I 行って、こう、なんかこういう違いがあると。うん。まあ、もしかしたら皆さん分かってるかもしれない。分かっていて、まあ、今更そういうこと言われる必要もないかもしれないですけれども、一応確認しておきますと、その、ただの I 行っていう場合には、その、例えば行列 A は、M 行ありますというように、その行の個数を指す場合がほとんどですね。個数を指す。例えば I 行だったら、例えば I 行ありますとかっていう、その量を指す場合があります。多いと思います。で、それに対して、この第 I 行って第がついたものっていうのは、何番目っていう意味ですね。で、そこの場合ですと、その上から数えて I 番目といったような、そういう、こう、位置を表したりすることがありますから、ですので、数学でも、その I 行という場合と、それから第 I 行という場合では、大きく意味が異なる場合がありますので、その辺はきっちりよく考えて、言葉を使ってほしいと思います。多分、この辺は、もしかすると他の数学の授業とか、演習の授業で指摘されるかもしれませんが、気をつけてみましょう。ここまで質問ありますか？はい。良さそうですね。で、まあ、しばらくはですね、こういろいろ言葉が出てきますので、それをこう片っ端から解説確認していきましょう。次に出てくる言葉は実行列とか複素行列といった言葉です。で、まあ、これは多分こう言えば「ああそうか」で終わりだと思うんですけれども、まあ、MN 行列がありまして、まあ、その成分ですね。その成分が、
まあ、すべて、例えばその実数であれば、これは実行列と言いますし、それから、まあ、成分がすべて複素数であれば、これは複素行列と言います。まあ、という程度のものですね。まあ、一応言葉として覚えておいてください。ですので、皆さんにとって自明だと思われることは、わざわざ頑張ってノートに書かなくても、まあ、いいですので、まあ、適宜、ただでさえ、この数学は、手が疲れると思いますので、僕もその、まあ、いろんな人の話を聞きますと、やはり線形代数の講義は、ひたすら写すので大変という手が疲れるという話を聞くことがよくあります。ですので、まあ、なるべくこう疲れないように講義ノートのコピーなんかも後で見られるようにしておきますので、そうですね、ペース配分をうまく考えるといいかもしれませんね。その流していいところとそれから集中してこう理解に努めるところっていうのをこうメリハリをつけるといいんじゃないかと思います。さて、まあ、一応次の言葉は、0行列もしくは0行列なんですけれども、まあ、これも多分皆さんすぐ言葉の意味、名前からは察しがつくと思いますが、まあ、MN 行列の、まあ、全ての成分が、ゼロといったときに、これをゼロ行列と言いまして、まあ文字としてはこの、まあゼロ、数字のゼロじゃなくて、このアルファベットの大文字の O のような形を使って表します。で、まあ行数と列数を明記する必要がある場合には、小文字、添え字で O の MN、もしくは、その文脈から行や列の、数がよく分かっている場合とか、それからいちいち説明する必要がない場合というのもありますから、そういうときはただ単にこの O と表します。ちょっと一応ですね、これ書いてて思ったんですけれども、もしかして皆さんの中に、MN 行列のすべての成分が0って言われたときに、その、じゃあ、その行列って、どの行列も0を成分に持ちうるのと、だから0を、こういう0行列がないような世界っていうのはあるのかなって、こう、もし疑問に思った人がいたらとしたら、その人は相当、その、まあ、数学的な、なんだろう、感性が鋭い、感覚が鋭いか感性が鋭いか、とにかくそういう探究心にあふれている人だと思いますので、ぜひ数学も勉強してほしいと思うんですが、実はどんな図からにもですね、このゼロは存在するということはあらかじめ分かっています。でなぜかというと、その、まあ、線形代数が対象にするその図からですね、図からもしくはですから実数ですとか、それから複素数をはじめとするそういう世界にはですね、どんな世界でも基本的にその体と呼ばれる数学的な構造が入っております。でその体という数学的な構造では、この0を必ず持つということとされていますので、ですので0行列というのは大体どの世界の行列でも存在するということで、そこは心配しなくても大丈夫です。
ので一応それだけ補足しておきます。でまあ、もうちょっとまだ言葉の経緯がいろいろ続くんですが、あと3、4つですかね。次、正方行列という言葉もあります。正方行列は、行の数と列の数が等しい行列ですね。NN 行列。NN 行列を、N 次、のが入ったり入らなかったり、N 次正方行列ですとか、または、正方も省いて、N 次行列と言います。でそれからと、この A ですね、 A のこの AIJ を要素に持つような行列 A が、N 次正方行列の時に、この A の II という要素成分ですね、i はこれ1から n まで取るんですけれども、これを a の対角成分と呼びます。一応もう少し図で書くと、この A の1、1からですね、始まって、この A の NN までこう斜めに降りていく、これらの成分を、A の対角成分と呼びます。ここまでいいですか。で次に定義する言葉は、単位行列です。でこれは N 次の正方行列で、先に記号から書いてしまいますけれども、 EN、EN と書きまして、すべての対角成分が1で、で、残りのすべての成分が0ですね。こういう行列を N 次単位行列と呼びます。であとは文脈からこの、次数のですね、n が明らかな場合には単に e というふうに表すことも
あります。それからあと行列を書く際にしばしば行われる略記法なんですが、ここにありますように、なんかゼロみたいなのがこう、右上と左下に書かれていますけれども、そのゼロの要素がたくさんある場合には、これ大きなゼロかもしくは O のような記号で略記することがありますので、じゃあこういうふうに書かれても、他の要素は一体どこ行ったんだって心配はしないで、ああ、これはこう全部、他の要素は全部ゼロなんだなっていうふうに受け取ってください。ここまでで教科書ですと大体17ページの真ん中ら辺まで来ました。で、次にですね、線形代数でこれからしばしば使われる記号を定義しますけれども、クロネッカーのデルタと呼ばれるものです。クロネッカーというのは19世紀のドイツの数学者の名前から取ったんですけれども、i と j をその自然数としたときに、デルタ ij という記号を次のように定義します。実際にはここの i と j にですね、その自然数がこう入って、こうデルタの1、2とかデルタの2、3とかデルタの5、7とかそういうものを扱うんですが、この i と j の値が等しい場合と等しくない場合で、このデルタ ij の値を決めると。で、 i と j が等しい場合にはこれ 1を表しましょうと。で、 i と j が等しくない場合にはこれ0としましょう。で、これを、教科書にも書いていると思いますが、クロネッカーのデルタ、もしくはデルタ記号ですね、と言います。で、このクロネッカーのデルタに関しては、ちょっと教科書に書いてあることがあって、で、教科書の17ページの下から1、2、3、4、5、6、7行目ですかね。この NG 単位行列 EN というのを、クロネッカーのデルタを使って、デルタ IJ と表すことができるという書いてありますが、皆さん実感は湧きますかね。どういうことを言ってるかというと、この EN という行列はこういうデルタ IJ という成分から成り立っていますと。で、デルタ IJ はどういう成分かというと、これクロネッカーのデルタを使っているので、この I と J が等しい、例えばその2行2列とか4行4列とか、そういう場所の成分は1ですよと。で、それ以外、例えば5行3列とか7行6列とか、その i と j が等しくない成分は全部0ですよということをこれで表しているわけですね。ですので、こう一言でこう使う表すことで、これは単位行列ですというふうに
表すことができます。それで、まあ、多少ですね、こう、インクの量を省くために、まあ、作られた記号としても、まあ、使えると思います。ここまで、質問ありますか？はい。で、あともうちょっとでその行列のですね、ワトスカラ倍の定義まで、いきますけれども、その前に、ベクトルが等しいという概念を定義したように、まあ、行列も等しいということを概念を定義しておきましょう。と聞いたときに、まあ、多分多くの人はそのどうやって行列が等しいと定義するか思い当たるんではないかと思いますが、まあ、MN 行列ですね。MN 行列、まあ、A、A の IJ を成分に持つ A と、行列 A と、それから B の、まあ、IJ を成分に持つ行列 B が、まあ、I 等しいとは、これはベクトルの時と同じように、各成分がまあ全部等しいという時に、この2つの行列は等しいというふうに定義します。ですので、このまあ i が、を1から m までこう変えていって、それからまあ j をまあ1から n まで変えていって、この全ての組み合わせに対して、まあ、A の、行列 A の大 IJ 成分、IJ 成分と、それから行列 B の IJ 成分がまあ等しいときに、この、行列 A と B は等しいということにします。で、まあ、このことをですね、このとき、まあ、当たり前の記号なんですけれども、行列 A イコール B と表します。はい、いいですかね。まあ、くれぐれも言っておきますけど、自分が当たり前だと思ったところは無理して写す必要はないですから、教科書にも書いてますんで、その辺はよく定数配分を考えて書いてください。ということで、ここまで来てですね、ようやくその行列のワトスカラ倍の定義をしたいと思います。でも大体、まあ、ベクトルのワトスカラ倍とですね、ほぼやり方は一緒ですので、多分、そんなに難しくはないと思います。まあ、概念自体は難しくないとは思うんですけれども、そのどちらかというと記法がですね、書き方が今まであまり慣れていなかった書き方が出てくる場合があるかもしれませんので、そこは注意してみてください。A と B というのを共に、そのスカラ、K をスカラ、スカラを取ってきた、M 行、N 列の行列とします。でまあ、こういった書き方もしますので、ちょっと注意してください。で、A は、
その行列 A は AI 乗成分に持つと、それから行列 B は BIJ を成分に持つと、まあ、こういう行列としましょう。でこれの時、その IJ 成分が A の IJ プラス B の IJ であるような行列を A と B の和ですね、和といいまして、これを A プラス B という記号で表します。で、教科書にはそのどのように書かれているかというと、まあ、こんなふうに書かれていますね。で一応この右辺のこの記号の読み方に注意してもらいたいんですけれども、これはそのこの公営区に表される行列というのは、その各成分が IJ 成分なんですね。 IJ 成分というのはこの行列 A の IJ 成分と行列 B の IJ 成分の和ですよという意味のことをこのような式で書きますので、この辺はちょっとあまり高校時代の馴染みがないと思うんですが、よく気をつけて押さえておいてください。で、まあ、これがですね、どういう意味かっていうと、教科書ですと、ページめくって18ページの、と定める、すなわちの次に続く、2行目、3行目の式ですね。まあ、各成分の和を成分に持つような行列ですね。A と B の各成分の和を成分、IJ 成分に持つような行列を、まあ、A と B の IA プラス B というふうに言います。定めます。ここまでいいですか。はい。じゃあちょっと教科書ではこの時次が成り立つということでいくつかの性質が書かれていますけれども、先にですね、この授業ではスカラ倍の定義を書いてしまいます。ここでは、A を M 行 N 列の行列と置きまして、で、まあ、各成分の AIJ であるような行列としましょう。でそれから、まあ、C はこれ定数ですね、スカラーとも呼ばれますが、でこれの時、この IJ 成分がこの元の行列 A の成分の C 倍ですので、C×A の IJ であるような行列を A の C 倍と
まあ、スカラー倍ですね。C はスカラーですので、まあ、スカラー倍です。A の C 倍といって、これは、まあ、CA という記号で表します。で、教科書の方にはそのどのように書かれているかといいますと、この CA という記号の定義は、この IJ 成分が、その元の A の IJ 成分の C 倍になるような、そういう行列である。そういう書き方をしています。見えますか？ちょっと上げた方がいいですかね。でそれからと、いくつかその特殊なスカラー倍の書き方がありまして、一つは、マイナス1倍ですね。A のマイナス1倍を、まあ、マイナス A というふうに書きます。それともう一つ、まあ、これは行列の和と組みやすく使うんですけれども、その行列 A とマイナス B の和ですね、これを、まあ、皆さんよく知っている記号だと思いますが a-b で表すというところも確認しておいてください。以上が行列の和とスカラー倍の定義です。この辺までは多分皆さん問題ないですかね。はい。さて、行列の和とスカラー倍に関して、実はそのいくつかその成り立つ性質というのがあります。で、これは皆さん教科書の18ページを見ますと、この時次が成り立つという書いてあって、括弧1番 A プラス B イコール B プラス A、括弧して交換法則、括弧2番括弧 A プラス B 括弧閉じプラス C イコール A プラス括弧 B プラス C 括弧閉じ結合法則といったようにこう一連の性質が書かれてあります。和の部分で括弧1から括弧4まで、それからスカラ倍の方で括弧5から括弧8まで書かれております。で、何度も申し上げ言ってますけれども、これこれが成り立つというふうに結論だけ書かれているものは数学の本においてはこれがなぜ成り立つかを各自ちゃんと理解しておきなさいという意味ですので、皆さんが実際に理解するかどうかは別として、一応そういうふうな意図があるということを知っておいてください。で、この8つの性質の証明なんですが、これは前回、その N 項数ベクトルにおける、その、和やスカラー倍の証明、性質っていうのをやりましたね。で、その時に、まあ、前回はその中で和に関する、結合率だけ証明したんですけれども、まあ、それと全く同じようなやり方で証明することが可能です。ですので、まあ、本当は授業、この授業でも扱いたいところですが、時間の都合で、先に行かなければなりませんので、ここでは割愛させていただきます。ただし、例によって僕の、講義ノートの方には、まあ、一通り証明は書いていますので、もし自分で考えてみて、分からなくなったら、ちょっと参考にしてみてください。
ということ、あとはそうですね、あとは演習の授業などもありますので、まあ、分からないところがありましたら、演習の授業にでも質問してください。というところで、ここまで何か質問などありますか？はい。では、一応ですね、ここで18ページまで終わりまして、終わったことにしまして、で、今日の最後なんですけれども、その行列の席の方に入りたいと思います。教科書ですと19ページですね。ですね、一応この授業はビデオで録画してもらっているものですから、その録画の体制に何か異常があった場合には途中で止める場合があったんですけれども、先ほどちょっと後ろの TA の柴田さんが少し変わった動きをされていたので、もしかしたら何かビデオの機材に異変が起こっているのではないかと思いましたが、そういうことはなさそうですね。はい、大丈夫だということです。はい、じゃあ続けましょう。そこで、まあ行列の席が、まあ最初の行列の、まあ計算においては一つの山だと思いますけれども、その前に、この教科書ではその和の書き方ですね、和の書き方を一応やっておりますので、一応復習がてら書いておきたいと思います。で、と言いましても、多分和の書き方というのは、このギリシャ文字のシグマを使うやり方というのは、多分皆さんよくご存知だと思います。一応 i が1から n まで ai を加えると、まあ、こういう記号の意味は、まあ、a1 からですね、この i に1から n を代入していったものを、まあ、逐次加えると。まあ、これはよく知ってますよね。で、一応この部分で、注意し、まずこの教科書の言葉として注意しておきたいのは、ここで i はダミーインデックスと呼ばれ、元の和そのものには関係がなく、別の文字、例えば k を用いて、ここを k に変えても、まあ、意味は通じるんですね。だからそういうところは、適宜この i が k になったり j になったりすることがあります。で、また、使う人の趣味によって i を使ったり k を使ったりということもありますので、まあそういうことをちょっと押さえておいてください。で、次の書き方は多分高校ではあまり一般的ではないかと思うんですけれども、こういう書き方をする代わりにこのラージ i をですね、まあ、1から n までの集合というふうに置いて、このシグマの下の記号なんですが、まあ、このように書くと。すなわち i は、ラージ i に属する、もしくはラージ i の元である。と書いて ai と表す書き方もあります。とも表す。すいません。一応注意してもらいたいのは、この今書いた下の方ですね。これは上のものと同じ意味だということに注意してください。多分こちらの書き方は高校ではそれほど馴染みがないんじゃないかと思いますので、この機会にやっておきましょう。で、まあ、今日最後に説明したいのは、じゃあなんでわざわざその和を書くのに、そのこういう集合なんかを作って、そこから i を取ってくるというような書き方をするかっていうことなんですけれども、実は、この記法はですね、このインデックス i が
まあ、連続した自然数でないような場合ですね。そのような場合に有効であります。インデックス i が連続した自然数ってどういう場合かって言いますと、ここに書きましたように、i が1から1、2、3、4、5、6、7というふうに、順番に n までの全ての値を取る場合ですね。こういう場合ですと、高校の時までやったように、i イコール1から n までっていう記法が、こう、普通に、それで問題ないわけです。でところが、ですね、数学の世界では、そういう都合のいい和の取り方ばかりとは限りませんで、例えば、まあ、A の1と A の4と A の7をこう加えたいと。まあ、そういう時にそのどういうふうにこう表すかっていうことなんですけれども、先ほどインデックスの集合 i というのを定義しました。で、その時は、この i、インデックスの集合 i には1から n までの数字を全部詰め込むということをしましたけれども、今の場合、例のような場合ですと、インデックスの集合として、1と4と7と、こうなんか連続していない3つの自然数を扱う必要が出てきます。で、そうしますと、まあ今はですね、この1と4と7っていう、こう3つの数字が具体的に与えられてるから、このように書けばいいんですけれども、これが例えばですね、この1から10の数字から3つ適当に取ってきなさいというふうに言われたとしますよね。そうすると、それをどういうふうにインデックスで表すかっていうことなんですね。そうすると、例えば i とかで表すと、i1 個で表したら、こう1から10まで全部順番に取ってくることしか表せませんから、そうすると、例えば、j の1、j の2、j の3と書きまして、で、まあ、何かの1番目の数、で、何かの2番目の数、何かの3番目の数というふうに、その、インデックスが連続していないと、このように、添え字を二重にして表さなければならなくなります。ですので、例えばこの場合ですと、そうですね、1から10の中から3つ数字を取ってきなさいって言われたときに、まあ、とりあえず1番目の数字、2番目の数字、3番目の数字っていうことで、まあ、J1、J2、J3 なんていうふうに、こう、表したりするわけです。で、これを使って、その、この A の何とかっていうのを、こう、和を取りますと、例えばこれ A の J1 プラス、A の J2 プラス、A の J3 と。いう書き方になりますので、それを、今までの、この高校までの記法で表すと、どうなりますかね。K、例えば K が1から3まで A の、まあ、JK と。まあ、こういう書き方をする必要が出てきます。ここまでいいですか？ポイントは、その連続していないインデックスをこう取ってくると、インデックス、今までの書き方とインデックスの付け方を二重にしなければならない。いいですか？で、ところが、先ほどのこの集合を使ったインデックスの書き方ですね、i を集合 i から取ってきますっていうような書き方だと、実は、こういう二重のインデックスを使う必要がなくって、まあ、順番はどうであれ、
このインデックスはこの中から取ってきなさいと。で、この中、この集合 i、こういう集合ですよね。こういう集合から取ってきた番号をの a の何とかっていうのを取ってきて加えればいいですよっていうふうに書けば済むわけですね。ですので、この2つは同じ和を表します。同じ和を表していて、こちらの集合を使ったインデックスの表し方は、より一般的なインデックスの取り方に対応していると。連続していない自然数をインデックスに持つような数の和をこのように表すことができるという意味で、より一般的なものを表せる書き方であるということができると思います。多分この辺がですね、高校までの数学ではちょっと馴染みが薄い記述、記法だと思いますので、なるべく早くこういう記法にも慣れるようにしてほしいと思います。ここまで何か質問ありますか？大丈夫ですかね。もし何かまた分からないことがあったら授業後でもいいですので質問に来てください。それでは今日はいきなり行列の話、列の作り方の話から入りましたけれども、次回ですね、行列の掛け算の定義から入りたいと思います。で、あと一度確認ですけれども、今日レポート課題を配りましたので、次回の授業の際に持ってきてください。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。